あることです。もしも一度でも浮気をしてしまえば二度と戻れない心の境目があります。それは生涯自分自身のパートナーを信じきることができないということです。なぜなら相手を信じるという行為の難しさや一途な気持ちというもの、相手を思いやる心を自分で破壊してしまっているからです。であるからこそ浮気なんてするもんじゃないんです。浮気をして自分のことを好きでいてくれた人の心を壊した人は生涯心の底から他人を信じることができなくなってしまうのです。そうして自分の心は満たされることを忘れ、次第に蝕まれていくその心はやがて魂の崩壊を招くことになるんです。どうか一時の気の迷いでそんな過ちをしてしまわぬようにアルゴスは願ってやみません。最後に、すでにそんな経験をした方、どうかまた魂の救済を、人を信じることができる状態へ戻れることを心から願っています。それではまた明日ね。